はい。というわけでね、まあ、本当にまだ何も知らない人向けにちょっとあれだね Twitter でアップしたあのムービーみたいなの一回見てもらおうかな。今回はですね「廃谷登竜門」という企画を開始することになりました。 1> 第1弾といたしまして10月18日の CPT のシンガポールの大会に若手のプレーヤーを送り出すことになりましたその選手なんですけども今18歳のアデリーと19歳のサハラこの2人を。 の、えーとこうね、支援することになりました今回の企画を立ち上げた経緯なんですけども、まあ、やはりこの「シック6っていうゲームが今すごい盛り上がっててで若い強いプレイヤーもものすごく増えてるっていうふうに自分は感じてて、まあ、皆さんが必要なヒカルだとか、まあ、皆さんはまだ知らないけど強いプレイヤーっていうのもたくさんいると思ってて。でまあ、若手にまあものすごい可能性 を感じるるゲームと個人的に思ってるのでただそういうプレイヤーはどうしてもチャンスがなかなかね大会に出るチャンスというものがすごい少ないので、まあ、そういうプレイヤーに支援をしたいというふうに まず個人自分がハイタニに個人がそう思いまして動き出したんですねでそれをまあそういうことをやってますという話を、まあ、リジェクトに相談したところぜひ一緒にあの協力をしたいですというふうに言ってもらえたのでじゃあ自分と、えっと、リジェクトであの共同出資してやっていきましょうというところでリジェクトにサポートしてやってもらうことになりましたでえー、っと シンガポールに関してはあの僕も同行して彼、えー、らの活躍とかを、まあ、あの撮影して、まあ、Vlog にしたりとかそれであの皆さんににもあの伝わるようにやっってていいきたいと思ってます、まあ、今回で終わりではなくて、まあ、国内で若いプレイヤーを集めていろんな企画をしたりとかまた海外大他の海外大会に行ってもらったりとか、まあ、そういう,なんかこう、うん、若いプレイヤーにねスポットライトが当たるような活動をこれからどんどんしていけたらいいなと思ってます。 まあ、詳しいことはあの、また自分の配信とかでもね、話したいと思いますので、えー、とりあえずこのシンガポールのね、大会、アーディとサハラ、えー、一緒にね、応援していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。はい。ということでございます。まあ、今、今のが、まあ、その、すごい基本的な、まあ、概要になっておりまして、経緯で言うと、うん、まあ、いろんな、まあ、理由があるんですけど、まあ、結構思いつきで思ったんですよね、まず。 なんかあのー、草薙が優勝したじゃないですか。フランス大会で。で、こうやっぱ若いプレイヤーこう優勝してみて、なんか日本のプレイヤーでも強い人いっぱいいるよなっていうふうにまず思ったんですよね。で、あ、じゃあもう自分の最初はまあそのポケットマネーで大会出たい人いたらできないかなっていうので、始まって、アデリーはちょっと一つに声かけて、みたいな感じで。で、まあ進み、進んでて、ほんで、まずアデリーはまあ、 バコードハで優勝してたから、えっ、ー、と、アデリがまず行ってほしいよねって話になって、で、まあ、もう一人くらい誰か送りたいよねってなって、で、あの、ポカオジっていう、その、えっと、エボンの時に高木とか修二とか、若手の引率してくれたおじさんがいるんですけど、その人とちょっと相談してて、で、あの、サハラっていう子がいて、みたいな。この子最近強いらしい、みたいな。で、その時はまだその、サハラとポカオジとかも接点なかったんですけど、 サハラって誰とも接点多分なかった、俺だったらなかったんですよ。まあその選手の人を紹介すると、まあこの二人なんですけど、まあこのサハラっていうプレイヤーがね、まあそのアデリーのことは、まあそう,うワクド杯でやっぱ優勝してるんで、あのみんな知ってると思うんですけど、サハラのことは多分まだ知らない人が多いと思うんですよね。どういう人か知らない人が多いと思うんですけど、まあ俺もその、実際どういう人かっていうのはあんま分かってないんですけど、やっぱその戦績を見たときに、 かなりすごいものがやっぱあるなっていうふうに感じてて、まあ今からちょっと今から皆さんにこれ見せるんですけど、まあこの人のサハラの SNS を見てくれたらわかるんですけど、えっと、フォートナイトでアジアにの実績があって、で、バロラントでもなんかレディアント、まあ最高ランク、まあ要するに FPS の才能がめちゃくちゃある人、で、フォートナイト、まあフォートナイトめちゃくちゃ強かったらしいんですよね。で、まずそれがあるんですよ。で SN、SNS を見てると、 どうやらおそらくなんですけど、PS5 のスト5の無料フリープレイで多分始めた人なんですよ、ね。で、その時になんかシルバーの残疑とか使ってて、うわ、ストリートファイター面白いわ、みんなもやろうぜみたいなツイートしてるんですよ。だ多分、多分そっから始めてるんですよね。で、その人がそのスト6でじゃあどうなったかと言いますと、まあこのちょっと CFN になるんですけども、まず、この累計で、 4万8000試合や、まあ、4万9000試合だよ。4万9000試合やってるんですよね。まずこれがやばいですよ。試合数が。まず俺はこれに、まず我々は注目しました。で、さらに、この、MR の高さ。エド、ルーク、ゴーキ、キャミーでレジェンド。まあ、あケンモリュウ、まあまあこれも前々ちょっと前にレジェンドだったでしょうね。まあこの 6, 6キャラぐらいレジェンドになってるんですよね。とにかくその、原石なのは間違いないと。ちょっと異常なんですよ、これ。スト6から本格的に始めて、その、 4万試合してて、まあこういう基本的にスタンダードのキャラ、まあど、まあいろんなキャラでこうやってレジェンドに到達してるっていう、まあ次の結果がどうなるかわかんないけど、まあとんでもないその情熱と、まあ才能を持っていことは間違いないということで、まあ今回その選ばせていただきました。でまあこの高木道場に入ってるんですけど、これは逆にその、この企画が決まってから入ったって感じです。あのそれまではその高木とも接点なかったんですけど、まあ他おじとつながって、一緒にやろうよっていうことで。 たたちとも一緒にやるようになっまあやっぱ若手をこうどんどんねやっぱりコミュニティとして一緒にやっていこうって流れなった方がまあ絶対いいと思うんで、まあ、一緒にこう切磋琢磨してやっていってほしいなっていう感じですねまあなのでこの2人をね応援していきましょうという感じで、えー、ございますまあ今回はその2人をね、えー、と送り出すっていうことなんですけどもまあリジェクトと,ちょっとリジェクトと一緒にやることになった経緯 最初は完全に俺個人でやってて、で、一応なんかその、勝手にやってて、怒られたら嫌だから、リジェクトに一応言っとこうみたいな。こういうことし,してます。もうしようと思ってたじゃなくて、してますっていう、その、もう住んでたから、徳を飛出していくっていうのを住んでたから、進めてたから、進めてますって話したら、あ、じゃあちょっとそれすごいいいですね、みたいな話になって、なんか一緒にやりましょうって話してくれたから、あ、じゃあ一緒にやりましょうかってなって、で、こういうロゴを作ってくれたとか、 ま、あこのね、あの、ここのゴのプロを目指す若手の育成プレジェクトっていうのは、いや、別にこれは、俺はそういうふうに別に思ってないんですけど。うん。まあ、ああの、プロを目指すっていうか、ま、あ普通にこの、ま、あ結果的にプロになるかもね、みたいな。ま、あ若手が、その、こう、大会で活躍したりとか、露出なかなかできない人たちを、ていうか大会とかに、ま、あ要するにその、活躍できる場を用意したいなっていうのが自分の、ま、あ意思で、ここはちょっとリジェクトが作ってくれた部分ですね。うん。 別にそのなんていうかな俺的には別にそのリセクトのプロになってほしいとかじゃなくて、いやもっとってか、その若手に対して、なんかものすごい可能性をやっぱ感じてて、俺はその若手という、若者という存在に。自分がやっぱりその子供の時に、やっぱこのゲームに熱中した時に、やっぱその時なんかすごい力が出たのをやっぱ覚えてるんですよ、自分でも。小学生とかの時に、やっぱ家具にはまって、 だからその若者がこう何かに熱中した時の,そのパワーっていうか、なんかそういうものがやっぱものすごい力があると思ってて、めっちゃ強いと思ってるんですよ、若者のことを。そういう子がやっぱいっぱいいると思うし、そのチャンスがあれば、それううがどん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 伸びると思ってるんで,で、実際その、いるんですよ、やっぱりその、小学校、中学校ですごい強い子がいて、ただその CPT だと出れないんですよ、年齢制限で。 確か15歳以上じゃないと出ないんだかな。なんか年齢制限あって15歳か17歳かみたいな。で、じゃあそういう子たちでもなんかこう、みんなが強さ分かってもらえるような大会とかもできたらいいなとか、まあいろんななんかこうやりたいことがあって、まあそういうのをなんかこう実現していきたいなっていう感じですかね。リジェクトと協力していろいろやっていけたらいいなっていう。まあその人、大事なのがまあとりあえずその、 海外大会に出てもらう。でも海外大会ってすごい少ないから、スト5の時みたいに、その CPT を回るのを支援するってやり方は結構きつくて今、なかなかその、まあ、エボとかになっちゃうのかなとか、うん、次は。結構難しい大会、国外の大会に出るっていうのはね。だからシンガポールはまあかなり、その、行きやすい。渡航費も出しやすいし、行く方のハードルも低いっていう、かなりいい大会ですよね。本当の未来の話すると、 なんか PC とか PS5 買わなくても子供が格ゲーできる世界になってほしいよな。結局その今ってめっちゃ環境良くて、子供でもやり込めるんやけど、限られた人しかできないの結局。まあその限られた人の中で才能がある人が今出てきてるって感じなんやけど、なんかその枠もなくなればいいなっていう風に思ってるね。まあそれはちょっと今の段階で絶対無理で、まあ本当の、本当にこうなればいいなっていうあれですけど。 だから、韓国の PC 版とかは、その、それに近いのかなっていうのとかね。だから、それはどうやってそうなるか分かんないけど、まあ、そうなったらほ、ほん、にもう、もっともっと、いろんな人が格ゲーできるし、いろんな才能のが格ゲーに、から生まれるから、できたら一番、なったら一番いいよねって思う。まあ、話ちょっと脱線するけど、やっぱスポーツは俺、やっぱサッカー最強なのかなっていう。そう、コメントもあるけど、そう、サッカーボール一個あれば全員できるやん。それ絶対、なんかレベル高いよな。その、そのスポーツ。<laughs> みたいな、なんかそういうのが、はい、をなんかやっぱこうちょっと夢見てるっていうかありますね若い子が格ーやるっていうのは本当に敷居高いからな今やっぱ親が好きじゃないとまずできないし若い子は昔はまあゲームセンターでまあ、ゲームセンターでその1回100円が高いって言われてますけど子供からすると激安なんですよね1回100円50円でゲームできるっていうのはまあだから子供がみんなやってたっていうね当時はそうそう小遣いできるからね ま、すぐま、負けるとはいえ、一回はできるからね。そうまとまったお金が得られるのはマジでやがったね。子供にとってはね。まあ、大人にとっては、まあ、あの、高いかもしれんけど、全部買える大人にとってはね。まあ、そんなところかな。まあ、さっきも話したけど、まあ、このシンガポールの大会に行くんですけど、自分はまあ,あ、出場はせずに、まあ、ちょっとその、撮影とか、まあ、そういうのにちょっと注力する形を取ろうかなと思ってます。で、まあ、あとはやっぱりその、 現在、スポンサードされてない人たちを、やっぱり、海外とかには支援したいなって感じだね。まあ、スポンサードしてる人は、その、スポンサードしてるチームが、やっぱり、その、いろいろとね、あの、あると思うんで。で、そこで、まあ、露出できて、まあね、そこで、他のチームから声かかったりとかでも全然いいと思うし、まあ、要するに、まあ、とにかく、若手に、こう、うん、活躍してほしいっていう、うん、感じなんで、まあ、とりあえず、強いところを見てもらえれば、どうにかなるから、格ゲーは。 そうきっっっっかけだ俺がそのややぱりててもらってたことなんですよ若い時にいろんな大人にこう声かけてもらってもうとにかくその外に行こうっていうふうに声かけてくれた大人がいっぱい周りにいてまあ俺はそれを基本拒否してたんですけどまああのいやもういいから行こうっていうふうに言ってくれた人たちがいたおかげでまあその今があるっていうか、まあ、それがその結果的に。 チャンスに繋がってメダルみたいなことがすごい多かったんで、まあ、攻撃もそうやし、そのエボもそうやし、ほんといろん、全部ですね。自分の場合はほんとに。やっぱ自分からやっぱ、その、外に出ようって結構難しいと思うんで、まあ、特にその若い時っていうのはよりそうやと思うんで、いろんな意味で、その、行動範囲も狭いし、お金もないから、なかなかこう、動けないじゃないですか。そこでリジェクトの名前があると親御さんも安心。ああ、でもそれはほんとに思いました。あのー、会社が介入してくれることで、 やっぱ安心感。そう,そうそう。それこそ親御さんへの安心感とか、見てる人の安心感っていうのは間違いなく増すんで、自分個人でやるより。それをもうめっちゃ良かったっすね。協力してくれることになって。そうだね。国内でも地方だと大きなオフ大会で出れない場も、まあそうなんですよ。だからその、まあ構想としてはこう、オフで交通費出して、オフオフで大会ね、若い子だけでしてもらうとかも面白そうだなとかね。まあこれはまだちょっとね、どうなのかわかんないですけど、 まあできたら面白そうなってことはいっぱいやっぱあるよねそう。北海道からでもね、やっぱ高校生ですからね。アデリーは。高校生でやっぱりね、東京まで行くのもかなり大変ですからね。二人にやっぱオファーした時も、やっぱかなり大変なのかなと思ったんですけど。そうそう、学生とお金だけじゃなくて、そうそう、時間とか親とかそ,そうなんですよ。いろんなハードルがあったんだから、無理かなと思ってたんですよね。実際。これ一応声かけてみるけど、 海外に、まあ、しかも二人とも多分、二人ともね、海外行ったことないって言ってたよね。初海外って言ってて、で、どうかなと思ったんやけど、あのー、まず最速で、あの、行きたい、行きたいですっていう返事まずもらってて、まあ、あとはその、ちょっと親とのやっぱ相談とか次第になりますって話になってて、で、まあ、そこからその許可も、まあ、あの得てもらってっていう話で。そう、そこでその、そう、まず、まず行きたいが来てたんで、二人とも。まあ、それはやっぱすごいよ、よかったっすね。 うん、確かに拒否して敗退にしようね。そうだね。うん、俺はもう、ここでできることをなんでそんな遠くに行ってやらなあかんねんっていう風にずっと言ってたんですけど、まあ、半ば無理やり連れて行かれ。まあ、そっからやっぱこう、いろいろね、人生変わっていったんで。シンガポールとかはも、海外、海外は相当ハードル高かったっすね。海外はなんか招待されたんやったかな。あの、うん、たどっち覚えてないな、もう。10年以上前なんで。まあでもやっぱりこう、今はね、活躍すればこう、 まあ彼らがプロになりたい。まあ、アディリーはまあプロになりたいって、その SNS で言ってるんですけど、まあサルト、サハルトに関しては、まあ、プロになりたいと思ってるかもしれない俺は分かんないから。まあ、でもそのプロになるっていう道がやっぱ今はあるっていうのはやっぱめちゃくちゃでかいですね。まあ、親御さんとかもやっぱりそのゲームに対して昔よりは断然やっぱ前向きに考えてくれやすい環境ではあるよね。うーん、さっきのデータが言うと今にもプロになりそうだけど、まあ、どうだろうね。やっぱ本人の、やっぱいろいろあるからね。人生というものは。 俺とか、まあ、他の今のプロもそうだと思うんですけど、ゲームの才能があってもゲームの道を選ぶとは限らないんですよね。まあ、そういう人たくさん見てきてるから、だから結局本人の気持ちなんですよね。だからどっちかと,いうとその、ゲームでなん、どうにかゲームでやっていくぞっていう人がゲームにのプロになってるっていう方が、表現としては自分的には正しい。だって自分と同じぐらい、今のプロと同じぐらい才能がある人って多分、 かなりいたと思ってるんですよね、俺は。その今までの芸世の歴史なの中でね。まあでもその時代とか、その人の環境とかいろんな理由で、まあその道には行かなかったっていう人がやっぱいっぱいいるから、から結構メンタル的なとか、その環境的な部分が大きいですよね。まあ特に若い子は、ね、その家族のやっぱり意向とかもすごい大事やから、まあそういうのいろいろ踏まえた上でプロになるかどうかっていう話ですね。そう考えると慈悲でエボォに修二君連れてったポカオチが先駆けか。あでもね、そのね、 費を出してててくれてる人っいこだから別に俺がこれあの今回シンガポールに2人、あのー、支援しますけど別にこれ俺が初めてでも何でもなくて別にいろんな人がこれまでやったことを今回は俺がやるっていうだけですねまあそれをリジェクトが、まあ、あの大々的にやってくれてこうやっていろいろバンっとやってくれたわけでまあ注目してもらえてるんですけど、まあ、かなり、まあ、自分ももともとやってもらってましたしだ俺エボーは自費でいって 行ったことないですやっぱり周りの人が行こうよって誘ってもらって行かしてもらってたそのプロじゃない時から行かしてもらってたからまあその時はその梅園さんっていう大阪の今でもねやってる方人とかまあその浅場さんっていうまあいろんな人がそのやっぱ支援してくれてて、まあ、それで行ってたっていうまあいろんな人にお世話になってまあやってるやってこれってるって感じですねまあ梅園さんは本当にあの関西の結構みんなそういう風にやってもらって 今があるって感じですね。